going on, guys? My name is Tomori. I'm living in Japan. ということで今日なんですけど、またあのレイニチさんの動画をちょっと今日も見ていきたいと思います。で今日なんですけど、真夜中のドアっていう、何十年か前に、日本で発売された曲ですね。僕も元々の曲知らないんですけど、まあこの YouTube でレイニチさんが歌ってカバーしてて、まあ、結構人気があるっていうことは聞いたので、ちょっとその今日はその動画をまた見ていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。真夜中のドアって日本語で入ってきた。日本語の歌詞も入ってますね。相変わらず日本語がものすごく上手です。本当に日本人が歌ってるみたいですね。このコーヒーって、多分英語でコーヒーだと思うんですけど、日本語の発音結構難しいですよね。コーヒー。これでもう、レイニチさんしっかり発音できてますね。相変わらず歌うまいですね。ちょっと原曲聞いたことないんですけど、全然新しいというか、あんまりこう聞いてて何十年前かに発売された曲だと思うんですけど、あんまり古くないですよね。ちょっとリメイクされてるんですかね。しっかりミュージックビデオも作ってやるし、懐かしいですね。このビデオもレイニチさん作ったんですかね。フェイザーの時とちょっとまた違いますね。かわいい声してますね。結構日本語難しいと思うんですけど、やっぱり聞いてて日本語の違和感はないですね。うん。で、ちょっと知ったんですけど、彼女日本語
喋れないらしいですね。なのに日本語の発音は完璧です。やっぱすごいですね。Amazing。 やっぱりレイニチさんすごく歌がうまくて、いや感動ですね。もうこの、まあ、何度も言ってますけど、この歌聞いたことなくて、ちょっと今レイニチさんの歌をで初めてこの曲知ったんですけど、やっぱいい歌ですよね。いや今回も最高でした。ちょっと前回の戦争と今回の歌でもうレイニッツさん大好きになりましたね。なんでちょっとまた別の動画を見てみたいと思います。 Alright, thanks for watching this video up to the very end。 ということで、チャンネル登録してない人はまたチャンネル登録してみてください。あと高評価ボタンですね、をぜひ押してください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。 See you next time。